どうも、こんにちは、イコールです。今回ですね、アバーメディアの GC550 ってことで、今回、キャプチャーボードっていうのを買ったので、実際に使っていきたいと思います。ちなみにね、設定もこんな感じでもう終わってます。スマホとこのキャプチャーボードをつなげて、キャプチャーボードと PC をつなげると、有線で画面をパソコンに出力できるって感じになります。まあね、実際に使ってみた動画、撮ったので、ご覧ください。どうぞ。はい、ということで、実際に使っていきたいと思います。なんかパッと目見てる感じだと安定性やばいっすね、マジで。何、俺の方の画面と、まあ、大体 0.5 秒ぐらい多分遅延ができてるんですけど、やっぱそれを踏まえたとしてもやばい。マジでやばい。今までマジで画面が固まって実況できないみたいなもうめちゃくちゃあったんで、それを今こうやって普通に直したのがめっちゃ嬉しいですね。画質も全然綺麗だと思うし、いいなこれマジで。ちなみにこのキャプチャーボードの値段を言ってなかったんですけど、調べたらわかるんで言いますけど、拡張ケーブル、間違えた、変換ケーブルを合わせると2万3000円しました。大丈夫か。たまに固まる時もあると、そういう可愛さも持ってるんだな。その2万3000円を使ったことに関しては悪くないと思ってる。だってこれずっと使えるしね、買っとけば。これスマホで今使ってるんだけど、例えば何 PS4 のキャプチャーとかも全然できるし、一番優秀なやつ買っといたから多分大丈夫だとは思う。はい、ボス。何がしたいか意味わかんないけど、はい、こんな感じですね。まあ、画面を多分見てもらえたら安定してたんじゃないかなと思います。はい、てな感じでこれからは、このね GCX550 だっけ、合ってるよね、 GC550 かを使っていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。